ばあ、あ、はい、どうも皆さん、白口の親父です。よろしくお願いします。はい、今日はですね、どんな動画かっていうと、前にタバコと距離を取る疎遠動画っていうのを撮ってたんですけど、前は1週間はタバコは吸ってませんっていうところで止まってたんですよ。1週間はタバコは一口も吸ってませんっていうところで止まったんですけど、今はどれぐらいなのかっていうと、一番初めにタバコと距離を取ると言ってからは1ヶ月間が経ちました。はい。で、果たしてね、タバコを吸ってしまったのかどうかっていうことなんですが、この1ヶ月で私、白狐の親父、タバコは一口も吸っておりません。いやー、頑張ったよー。めっちゃ苦しい。めっちゃきつい。これ見てる人って、タバコをまあやめようと思ってる人だけしか見てないと思うんですよ、ほとんど。ほとんどが。もうめっちゃきつかった。まあ最初の1週間もきつかったんですけど、20日から30日ぐらいのこの10日間っていうのがどえらいきつくて、もうどうなっちゃうんだろう、俺っていうぐらいきつかったっす。で、もうね、すっげえね、スタッフからね、めっちゃ言われてたんですよ。まあそんなに長く続かないよってめっちゃ言われてて、なんでかっていうと、タバコをやめることってめちゃめちゃ難しいから、もう絶対に吸わないっていう風に宣言をして、で、みんなにこうね、こう、公表するぐらいの、その背水の陣的な感じで、めちゃめちゃ自分にプレッシャーをかけなきゃダメだよみたいな。1年以内にタバコを吸ってしまう人っていうのは、約ね、92、3% なんですよ。92、3% の人は、1年以内にタバコを吸ってしまうんですよ。いやー、きついね。ほんと20日からこの30日前のこの10日間はね、ベロを噛みながら生活してましたね。めっちゃ吸いたい。はい。で、そんなね、強い気持ちで宣言しないと、まあダメだっていうね、のもわかるんです。わかるんですよ。確かに、メンタリスト DAIGO さんとか、YouTube 大学とかの、中田敦彦さんの YouTube 大学とかでは、まあ、宣言しましょうみたいなね、そんな授業があったと思うんですけど、はい。まあ、俺は宣言はしないタイプでやっていきたいなと思ってるので、まあ、自分にはそっちの方が合ってるんじゃないのかなって思うんでね。はい。まあ、どうだよ。どうだ ?1 ヶ月間吸わないで見たぞ。でも絶対いつか吸うよな。これどんな時に吸おうかね。次、吸う時は、絶対に紙タバコがいいって思ってるんですよ、俺。アイコスは体に合わないので、まあ今ね、街中をこう歩いていても、タバコと距離を取る前のタバコの匂いっていうのは俺くせえなって思ってたんですよ。だけど、タバコと距離を取ってから、そういう匂いを嗅ぐと、はあ、なんて懐かしい匂いなんだろうって思ってね。まあ、これまでの人生の良かったこと、悪かったこと、いろんなこととね、タバコってこう結びついているんで、だから、いろいろこうなんか思い出すわけじゃないけど、なんか懐かしい気持ちにはなりますよね。ちなみに、タバコを吸っている人の9割は、どうやら、タバコを吸っている人の9割は、どうやら、10代からタバコ吸ってるみたいです。ほとんど全員犯罪者みたいな。いや、犯罪かどうかわかんないですけど、まあ一応法律をね、まあ破ってしまってるわけなんで、はい。9割の人は、10代からタバコを吸っているということらしいです。はい。いやー、まあだから、何が言いたいかっていうと、犯罪云々とかの話もまああるけれども、どっちかっていうと、いろんな思い出と結びついてますよねっていうね。どうですか皆さんは。はい。タバコといろんな思い出結びついていませんかとね、いうようなお話でございます。はい。じゃあね、これで、そうだ。タバコをやめると、ちょっと問題があって、まあ健康的になるとかっていう話だったらいいんですけど、前の動画でも言ったんですけど、禁煙うつっていう、うつ病になる可能性があるんですよ。どういうことかっていうと、ニコチンを摂取することによって、補われていたいろんな脳内物質っていうのが出なくなってしまうので、それが出なくなると、まあ、うつ病のような感じになってしまうというのがあるらしくて、で、そういう危険性がありますよ、注意してくださいねっていう動画を上げたんですけど、そしたら、その動画のコメント欄に視聴者の方が、こんなサプリメントがありますよ、みたいな感じで、コメントくれたんですよ。で、俺それ買いました。どこだあった。はい。これ、セント・ジョーンズ・ワートっていう DHC が出してるサプリなんですけど、まあ飲み合わせとかもあるので、まあ薬とかと一緒に飲んでる人はちょっと気をつけてほしいなって思うんですけど、これがね、どうやら効果が、ある人もいるみたいな、ブルーな時も前向きに元気な気持ち、応援ハーブって、ここに書いてあるんだよ。
ここに書いてあった。ここに書いてあった。はい。表には書いてなかったんですよね。これですね。はい。まあ、飲み合わせもあるらしいので、今注意して飲んでください。はい。で、俺これ一応飲んでみたんですけど、1日4粒って書いてあるんで、まあ4粒、まあ一気に飲んだりとかもしたんですけど、まあ、禁煙うつとかになってれば効果があるのかもしれないけど、普通の状態だったんで、俺はあんまり効果を感じませんでした。まだたんまり入ってます。はい。まだたんまり入ってるんですけどね。はい。まあ、もったいないんでね、ちょこちょこ飲んでみようかなって思います。はい。さあ、それではですね、今回の動画はこれぐらいにしましょうか。ね。はい。次は、どこで撮りましょうかね。2ヶ月目 ?3 ヶ月目、それまでに吸ってしまうかもしれませんけどもね。いつかは必ず吸うと、断言してますが、どれぐらい長くね、こう持つかっていうことをね、今やってますんで。はい。ただね、日常的に吸うのはやめたいっすよね。タバコを吸う場所を探すことがめちゃくちゃめんどくさい。タバコを吸う場所を探すのってめっちゃめんどくないですか？で、吸えないと、節目節目で吸えないとイライラするしさ、吸ってないと普通でいられなくなっちゃうじゃないですか。それがね、俺としてはもうめんどくさいんで、日常的には吸わないようにしようと思うんですけど、まあ、なんかの時にね、いつか吸いたいですよね。で、この吸いたいなーって気持ちはね、やっぱりなくなんないと思いますよ。ニコチンを取ることでもう、久しぶりにニコチン取るとさ、全身ゾクゾクするようなさ、あ、めっちゃこれ薬物としてやばいじゃん、みたいな。こんなの売っていいの？みたいな。もう全身ゾクゾクってするような血の逆流みたいなね、沸騰みたいなね、そういう感じになるんですよ。たまにタバコを吸うと。で、まあ、その快感っていうのがあるからね。だから、吸いたいなって気持ちじゃなくならないと思うんですけど、日常的にはやめようかな、みたいなね、ふうには思ってます。はい。まあ、今は吸わずに1ヶ月とか言ってますけど、俺別に3年吸わなくった時もあるし、9ヶ月とか5ヶ月とか、吸わなかった時もあるけど、それぐらい吸わなくても、全然吸いたくなる。ですよね、個人的には。で、周りの中でも、まあ、10年吸ってないけど、10年吸ってないけど全然まだまだ吸いたいよっていう人もいるしね。だから、これはもう一生ね、あの快楽を覚えてしまったらもう一生戦えようかなっていうふうに思っております。まあね、まあ全く気にならないって人もいるけど、そういう人もいるっていう感じでね。俺はどっちかっていうと、いつまで経ってもあの快楽を忘れられないタイプの方なんかなと思って苦しんでます。苦しんでますよ。はい。なので、この動画を見ている人、もし、一緒にもうちょっと頑張ろうかなって思ったらね、頑張ってみてください。まあ、ただ48回、タバコをやめるまでにアベレージ48回らしいので、メンタリスト大悟さん曰く48回は、アベレージで挑戦回数がかかるらしいので、ぜひ、ぜひチャンネル登録をして一緒に頑張りましょう。はい、というわけで、次回のタバコに関する動画は、まあ、2ヶ月、3ヶ月、どっかしらの節目で撮るか、もしくは、吸っちゃいましたっていう動画になるかわからないんですけど、なるべく長く吸わない期間っていうのは伸ばしていきたいなと思いますので、よかったらチャンネル登録をしてお待ちください。はい。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。せーの。To be continued! バイバーイ。吸いたーい。